マラビーア・ワシントンは、アメリカ・ニューヨーク州、クレンコーブ出身の元男子、プロテニス選手。1996年のウィンブルドン男子シングルス、準優勝者。黒人のテニス選手として活躍した。シングルス自己最高ランキングは11位。ATP ツアーで、シングルス通算4勝を挙げたが、準優勝が1996年ウィンブルドンを含めて9度あった。 身長180センチメートル、体重79キログラム、右利き、バックハンドストロークは両手打ち。マラビーヤは4人兄弟の2番目の子供として生まれ、女子プロテニスツアーで活躍する魔性なワシントンは、末の妹である。ワシントンは6歳の時、1975年のウィンブルドン男子シ,シングルス決勝戦で、黒人テニス選手のアーサー・アッシュが、 ジミー・コナーズを破って優勝した試合をテレビで見たことがきっかけでテニスを始めた。1989年に20歳でプロ入りし、同年の全米オープンで四大大会にデビューする。1992年2月、ワシントンはアメリカテネシー州メンフィス大会でツアー初優勝を果たす。この年は男子ツアー大会の決勝戦に6度進出し、2つの 優勝と四つの準優勝を記録した。1993年、ワシントンは男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手に初選出された。黒人選手のデファイ米国代表入りはアッシュ以来二人目であった。1994年全豪オープンで、ワシントンは一回戦で、第2シードのミハイルシティヒを破って波に乗り、一気に、 トットマーティンとの準々決勝まで進出した。この年はチェコーストラバ大会でツアー3勝目を挙げている。マラビーやワシントンのテニス経歴最大のハイライトは1996年のウィンブルドン決勝進出だった。準決勝でトットマーティンと対戦した時、試合は度重なる雨の中断により2セットオールで最終第5セットが日没順延となる。 翌日に持ち越された第5セットで、マーティンが優位に試合を進め、一時は5から1までリードを奪い、マッチポイントを何本か握ったが、ワシントンは、マーティンの土壇場での勝負弱さを見逃さず、10から8で逆転勝利を収めた。こうしてワシントンは、21年前に憧れた、アッシュ以来となる、黒人男子テニス選手としてのウィンブルドン優勝者を、目指して決勝戦に向かう。 オランダのリカルト・クライチェクとの決戦は、ウィンブルドン史上初のノーシード同士の決勝となった。ワシントンはクライチェクに3から6、4から6、3から6のストレートで完敗し、アッシュ以来の黒人優勝者は果たせなかった。ウィンブルドン準優勝の後、ワシントンはアトランタゴリンにも出場し、男子シングルスでスペイン代表のセルジブルゲラとの準々決勝まで進出した。 1997年2月、デビスカップのワールドグループ1回戦でアメリカは、ブラジルチームを4勝1敗で下したが、シングルス第1試合に出場したワシントンは、グスタボ・クエルテンとの対戦中に、左膝の故障を起こした。クエルテンとの試合には勝ったが、この故障がを引き、ワシントンは、同年4月からシーズンの残りを棒に振った。 1998年全米オープンの1回戦敗退が、ワシントンの最後の4大大会出場になる。その後も体調は回復せず、ワシントンは1999年12月3日に30歳で現役引退を発表した。ありがとうございます。